旧制高等学校。旧制高等学校とは、高等学校令、1894年及び1918年に基づいて設置され、1950年まで存在した、日本の高等教育機関である。教育内容は、現在の大学教養課程に相当する。なお、現在の高等学校と混同されることがあるが、現在の高等学校は、 後期中等教育機関であり、旧制の学生においては5年生の旧制中等教育学校の代表格が、旧制中学校の後半がそれに相当する。旧制高校の基本的な骨格は、1886年の中学校令により設立された第一から第五、山口、鹿児島の七管理高等中学校のうち、 鹿児島を除く六校を1894年に高等学校令によって改祖した時に完成す。この改祖により帝国大学への予備教育を行う高等、中学校本科は高等学校大学予科に名称を改め、修行年限が2年生から1年に延長された3年生となった。専門学部は3年生から4年生、医学科のみ4年生のままに移行するが、 後に、学部は順次廃止、帝国大学昇格内市専門学校として分離され、高等学校のコースは、帝国大学への予備教育を行う大学科のみとなった。1918年の高等学校例改正により、各地で次々に高等学校が増設され、また中学校4年理修と高等学校3年理修を合体した7年制高等学校が出現し、 大学予科は高等化に解消された。1894年の高等学校令では、専門学科の教育を行う機関と定義され、正し書きによって、帝国大学入学者のための予科教育が規定された。専門学科は、英米のカレッジを手本に、専門教育を授けることを使用目的とし、地方における、最高学府、地方大学としての役割が期待された。 高等学校例に定義された専門学科の教育機関としての性格をそのまま反映した例が第三高等学校である。第三高等学校は当初法学部、工学部、医学部の専門学部のみで開始した。開校時、大学予科を持たなかったのは第三高等学校だけである。1895年、西恩寺金持は、 日清戦争で得た賠償金をもとに、第三高等学校を京都帝国大学へ昇格させる提案を行った。そこで、第三高等学校大学予科を東一条通りの南側、現在の京大吉田南キャンパに設置し、第三高等学校法学部及び工学部の土地、建物、設備を京都帝国大学が利用するという案が採用され、 翌年予算処置が可決された。1897年6月18日、京都帝国大学設立に関する直令が制定され、京都帝国大学が発足する。岡山にあった第三高等学校医学部は1901年に岡山医学専門学校として分離独立した。その他の高等学校でも専門学部と大学予科は完全分離され、 高等学校は帝国大学への予備教育のみを行う高等教育機関となった。旧制高等学校専門学部の地方における高等専門教育機関としての役割は後に各地で増設されることになる帝国大学や旧制専門学校が担うことになった。1918年に改正された高等学校令では男子の国民道徳を充実させ、 高等普通教育を完成することを目的とした。また、公立、私立の高等学校設立も認められるようになり、第二次世界大戦終結後まで高等学校の世界は発展を遂げた。これら高等学校のエッセンスは、帝国大学への進学保障制度であった。旧制中学校が入学定員数を順次増加していったのに対し、旧制高校はそれをせず、 一学年の定員と帝国大学のそれとは、戦前期を通じて、ほぼ一対一であったため、高等学校の卒業証書さえあれば、専攻を選ばない限り、どこかの帝国大学に無試験で入学できた。ただし、医学部など入学試験を課すところもあった。こうした身分保障があったため、勉強はそこそこに、学生生活を謳歌した学生もいた。 同じ学年に3年止まると方向、大学となるため、計画的に高等科3年間の修行年限を1回ずつ、落第し6年居続けた猛者もいたという。戦前の高等教育機関の熾烈な受験競争は、大学ではなく、高等学校にあった。川端康成、伊豆の踊り子に登場する一高生に描写されたように、旧制高校に入学した段階で、社会的には、 エリートとして見慣れた。また、戦前社会のエリート創業欄の場として機能した面もあり、当時の社会制度の根底を支える機関の一つであった。類似の制度に大学に付属する大学予科があるが、特定の旧制大学への進学を前提にするなど、旧制高等学校とは違いがあり、別の機関である。その始めは、 文部省が東京に作った東京大学予備門である。東京大学の初期の教官は、大臣よりも高い俸級で雇われた欧米のお雇い外国人たちが占め、カリキュラムはヨーロッパの大学に習い、教科書、授業、ノート、答案はすべて外国語という状態であった。このため、専門教育を受けるためには、まず、英語やドイツ語等の高い語学能力が不可欠であり、 これを身につける予備教育機関として作られたのが大学予備門であった。1881年の政変で大隈重信を失脚させて実権を握った伊藤博文らは官僚機構を整備するため東京にある官立小学校を文部省の作った東京大学にすべて併合し唯一の総合大学である帝国大学と改めここを管理。 学者の養成学校とした。東京大学が帝国大学となると、その予備教育機関は全国語学区にそれぞれ置かれることになり、東京大学予備門は第一学区、関東地方及びその周辺地域の第一、高等中学校となり、その後高等学校令により第一高等学校となった。最終的に全国十九あった旧制高校の中でも、 明治期に創設された第一高等学校から第八高等学校までは早期から政財界に卒業生を送り込み、後発の学校よりも優位に立ったため、他との区別で特にナンバースクール N 高からと呼ばれた。このため申請に移行した後もナンバースクールイコールエリート校という損傷のような慣用区的用法として残り、各自治体での旧制中学時代も含んだ、 主に、公立高校を、中心、一部では、私立高校でもに、数字の付された学校をローカルに、のナンバースクールなどと呼ぶことがある。第六高等学校以降は、地元の誘致の熱意も、その設立に、大きな影響を与えた。第六高等学校の誘致には、岡山と広島がその座を争い、国会では大議士が、国会議場の外で掴み合いになったと言われている。 第7高等学校の場合は、松本に内定していたのが、諸般の事情で、急遽、鹿児島に変わり、また、第9高等学校の設立をめぐっては、新潟と松本の間で熾烈な誘致合戦が起こり、中小合戦に至る泥試合化したが、最終的に、第9高等学校と命名するのは避け、新潟高等学校及び、松本高等学校と地名を付けることで決着した。 以後の設立高校の命名にはこの事態を考慮し、学校所在地に習った命名になった。これらを、さきのナンバースクールとの対比、区別の意味で、地名校あるいは、ネームスクールと呼ぶ場もある。旧制高校の各校館には、伝統の長短はあったものの、観光私立を問わず、いずれの学校も、地域のエリート校として、誇りの存在とされ、学校差は少なかった。 第二次高等学校令は1918年、大正7年12月6日に交付され、翌1919 19年、大正8年4月1日に施行された。高等学校の性質についてはこれを、高等学校派高等普通教育を、熟る諸とすとした。高等学校の構成については尋常化4年、高等化3年の7年制を基本とし、 例外的に高等科だけの学校も認めるとした。尋常科は中学校の課程に相当するので余科の設置を認めた。高等科卒業者のために修行年限1年の専攻科を置くことができるとし、その修了者には特業士の称号を与えることにした。高等科の入学資格は、高等学校尋常科4年修了、または中学校第4学年修了程度、改正前は、 当時5年生であった中学校卒業程度とし、年限短縮を実現した。この修行年限短縮は以前から高等学校制度改革の根本にあったものである。このため高等学校進学希望者は4年終了を見込みで高等学校を受験するのが一般的になり合格する者も,も数多く出た。尋常科の入学資格は6年生の尋常、小学校、 国民学校初等科卒業程度とした。なお、同例の改正によって、従来の9月入学は4月入学に改まったため、高等学校、専門学校の併願は不可能になった。1918年の改正高等学校令では、設置者についての規定が緩和され、高等学校は政府でなくても設立できるようになった。主な例として、私立では、 東武鉄道の根津財閥が武蔵高等学校、東大一流の教育課であった沢柳正太郎が成城高等学校、三菱財閥の岩崎家が成形高等学校、阪神地区の財界人が江南高等学校、公立では地元の祖宝家が県に莫大な寄付をして設立した富山県立府高等学校がある。また、明治時代に、 区内省が創設した学習院は家族の指定の教育のために設立されたものであるが、1921年以降、制度的に旧制高等学校と同等の学校として位置づけられた。これらの学校は尋常科、四年生、高等科、三年生からなる七年生高等学校、学習院は尋常科にあたる中等科五年を併設した八年生であり、一度、 尋常化に入学すれば帝国大学への進学が保証れた。なお、一校をはじめとする、管理高校の多くは、当初の形態通り、三年生の高等科だけを置いた。第二次世界大戦終結後、アメリカの占領政策の影響をもあって、女子の入学を許可する、旧制高校が現れ出した。女子学生は、男子と同じ学生帽あるいは日差しをなくした。 学生帽をかぶって通学した。女子学生は外してお客さん扱いで大事にされ、卒業後は、帝大、新生大学に進学し、教職、研究職に就いたものが多かった。そんな旧生高校にも、終焉の時が迫りつつあった。廃止に、積極的に動いたのは教育刷新委員会、副委員長の南原茂浦である。南原自身も一校出身であったが、 旧制高校の3年間は遊んでばかりで学習内容は旧制中学のものを手直しした程度のものだったとそれほど旧制高校の教育に執着を持っていなかったことを後に証言している。南原はジェントルマンであれと強調した一校時代の校長、ニトベ稲造への系統を繰り返し述べていたことから番からの気風に違和感を覚えていたことが伺える。 戦後の学生改革によって、旧制高等学校は、旧制大学や他の高等教育機関と統合をされ、その多くは、新制大学の教養部や分理学部の母体となった。旧制高校在学中に、学生改革によって、新制大学に入学した人物には、作家の野坂昭之、新潟高等学校から、新潟大学、後は瀬田大学、高橋和美、 松江高等学校から、京都大学、海港県、大阪高等学校から、大阪市立大学、小松佐京、第三高等学校から京大、堤誠二、成城高等学校から東大、伊原高忠、学習院高等科から、京大、旧正大学を前進としない、大学学部卒で、初めて事務次官になった、小永圭一、第六高等学校から、岡山大学らがいる。 また、映画監督の山田洋二は、山口高等学校在学中に、学生改革に遭遇し、新生東京都立小山大高等学校から、東大に進んだ。学生改革実施前、天野定優を中心に、ジュニアカレッジ、改革後の短期大学に、総統として、旧生高等学校存続を模索する動きもあったが、幻に終わった。旧生高等学校を懐かしむ。 卒業生は、戦後においても日本領下祭を開いたり、日本の教育改革を進める会を結成したりして、旧制高等学校の長所を訴えた。しかし、あくまで国立の高等教育機関としての復活を希求していたせいか、私立でエリートに対する一般教養教育の短期大学や高等専門学校を設立する動きはなかった。ただし、公立ではこういう学校が存在した。 1950年に設立され、1955年に廃止された和歌山県立理科短期大学がそれである。新生東教大学教養学部の設置は、旧生高等学校の教養主義的な伝統を残そうとした動きである。また、終戦直後に国際キリスト教大学 ICU 教養学部の設立に携わった旧帝国大学卒の有力者たちはそのリラルアーツ。 カレッジの理念に、旧制高等学校の良さを継承させられる、可能性を期待した。高等学校令、1894による、大学予科は、第一部、法、文、第二部、公、理、農、第三部、異に分かれていた。第一部は、第一外国語により細文され、法家主願者のうち、英語を、もとする都川一部英法、ドイツ語を、 おもとするとがは一部読法、文科大学志望者のうち、英語をおもとするとがは一部英文、ドイツ語をおもとするとがは一部読文となる。高等学校令、改正、1901により、新しく創設された7年生の高等学校には、尋常化と高等化が設けられることとなった。また既存の大学予科のみの3年生の高等学校は、 大学予科を高等科に名称を改めた。高等科は、文科と理科に対別され、履修する第一外国語により、文科高類、英語、文科お類、ドイツ語、文科兵類、フランス語、理科高類、英語、理科お類、ドイツ語、理科兵類、フランス語と細分された。理科お類は、医学部、薬学部、農学部進学コースとなっていた。ただし、 フランス語を第一外国語にする類を置いた高校は、第一高等学校、第三高等学校、大阪高等学校、浦和高等学校、福岡高等学校、東京高等学校、静岡高等学校など少数にとどまり、中でも理科兵類を設置したのは、大阪高等学校、東京高等学校のみである。大正年月日付で、 陸軍現役将校学校配属令が交付され、学校教練制度が発足した。目的は、生徒の心身鍛錬を通して国家への献身方針を一層、寛容することであった。これ以降、中東以上の学校では、軍事教練が実施されることになり、最低週1時間の軍事教練を行うことが義務となった。配属される現役陸軍将校は、中佐、退散の階級で、 位置づけは校長に次ぐ存在であり、教練に監視当該学校長の指揮監督を受けるとした。帝国大学の入学定員は、旧正高校の卒業者数とほぼ同じだったので、志望する学科をり好みしなければ、卒業後の帝国大学進学を保障された。このため、地方の帝国大学や管理大学では、募集学科によって、定員割れが生じ、 慶上帝国大学や北海道帝国大学など、後発大学では、独自に、予科を設けて、早くから、質の良い学生を確保する手法をとた。1920年代になると、初期に設立された、管理水学専門学校が、管理水科大学へと昇格した。帝国大学、独自の大学予科を持つ北海道帝大、慶上帝大、 大北帝大を除くと同じく96以下大学なども独の大学余科を持たずこれらの大学へ進学するには旧制高等学校を卒業する必要があったこのように余科を持つ地方帝大と余科を持たない管理医大の出現で旧成高校卒業イコール帝国大学進という図式は崩れた一般的に医学部 東大、京大の人気学科は死亡者が多いため、倍率が2倍、3倍となることも少なくなかった。もっとも、試験科目は、東大法学部の場合、英文和訳、和文英訳のみであり、現代風に言えば、入りゼミ試験のようなものであった。東京帝国大学理学部数学科の場合、外国語、数学、力学、物理であり、九州帝国大学工学部の場合、 数学及び、力学、物理学、科学であり、九州帝国大学医学部の場合、外国語、英読仏のうちに、数学、物理、科学、動植物学であった。人気学部、学科への進学においては浪人する者も,も少なくなく、白線浪人と呼ばれた。帝国大学の定員割れは、旧正高校卒業、卒業見込み者での充足が優先された。 帝国大学などでは、入学志願者選抜に際し、志願者の学歴によって、優先順位を決定した。余科を持たない大学の文系学部では、高等学校文科卒業者に、理系学部では、高等学校理科卒業者に、余科を持つ大学では、余科修了者に第一位の優先順位を与えた。優先順位第一位の志願者数が定員を超えた。 場合は、第1位の志願者のみを対象とする競争試験を実施した。この試験で不合格となり浪人する者が白線浪人と呼ばれることもあった。優先順位第1位の志願者数が定員以下の場合は、第1位全員を合格とし、欠員部分を優先順位第2位に振り向けた。第2位以下の学歴による順位の決定方法は、大学、学部ごとに異なる。 多くの場合、第2位以下に高等学校卒業以外の学歴のものが指定され、これにより入学したものは、冒険入学者と呼ばれた。従って、高等師範学校や高等実業学校からの進学希望者は、形式的には欠員補充であったが、帝国大学では、定員充足を理由に、冒険入学という扱いで入学を許可されていた。冒険入学者は、特に、 東京、京都以外の定大では、比較的多く見られた。学生改革による申請切り替えに際し、白線導入対策、1949年11月29日付けも部署通達が行われた。各旧制大学を2期に分け、1949年度、昭和24年度選抜試験を実施した。各旧制大学は入学定員をできる限り増加させ、 二重入学や入学取り消しなどを防止するため、第一期の大学は合格発表をできるだけ早く行った。なお、旧制大学が行う白線浪人対策は1950、昭和25年入試で終了した。白線入り学生帽に、万と高下田は旧制高校生の典型的な身なりであり、両下を抗議して街を歩く姿は、 多くの旧正中等学校生徒の憧れであった。帽子の白線は二条、または三条であり、旧正高校生の象徴であった。しかし、帽子に白線のない学校もあり、学習院高等科、生形、正常、武蔵、生徒がそれを不満として、白線運動を起こした、結学習院以外は、白線帽を認めるようになった。日本大学予科など、 一部の観光私立大学余科でも、旧制高校と同じ白線帽が採用された。また、七年生高等学校の多くは、イギリスのパブリックスクールに反を求めたため、バンカラの象徴であるマントと下駄の着用を禁じたり、学習院式のホックとめ詰め入り制服を定めたりした、東京、奈美、成形、成城高校は、旧制高校の中で、背広にネクタイ、 おかまぼを制服にした唯一の学校である。港南高等学校と何和高等学校には近在の学生が多かったことと反体制運動の巣屈になることを学校側が危惧したことから両設備が最後まで作られなかった。1886年、明治19年4月10日、中学校令が交付された。これにより全国語学区の 各学及び山口並びに、鹿児島に、官立高等中学校、旧制高等学校の前身が設立された。1886年、東京大学予備門は、第1高等中学校に、大阪の大学分校は、第3高等中学校、後に、京都に、移転に、山口中学校は、山口高等中学校に改められた。翌1887年、 明治20年、第2高等中学校、仙台、第4高等中学校、金沢、第5高等中学校、熊本、鹿児島高等中学増資官が相次いで設立された。各校に付されている数字は、第1から第5までは、当時の学区、時期により変遷したの番号であり、第6から第8までは、設立順となっている。 初期に設立された第一から第五高等学校には、当初、専門学部が置かれた。1897年、明治30年4月、学区制が撤廃され、学区に縛られることなく、高等学校の受験が可能となった。第一次世界大戦の後継期に湧く日本は同時に、工業力の大発展を遂げ、帝国大学の増設や学生定員の増加が、 社会的に求められることとなった。これに対応して、高等学校の数も増やす必要が生じるに至り、1918年、大正7年、原高市内閣の下で、高等小学校創設及び拡張計画が4450万円の、莫大な追加予算を伴って、帝国議会に提出され、可決された。その計画では、大正八年から六年計画で、 官立旧生高等学校10校、官立高等工業学校6校、官立高等農林、農業学校4校、官立高等商業学校7校、外国語学校1校、薬学専門学校1校の新設、帝国大学4学部の設置、理科大学5校の昇格、昇華大学1校の昇格であり、その後、この計画はほぼ実現された。 この際、新潟と松本の間で、第9高等学校の名称の奪い合いが起きたため、番号をやめて、地名を用いるようになり、各地にネームスクールが誕生することになった。高等学校の増加で番号による区別が困難になったこともその一因である。7年生高等学校、尋常化4年、高等化3年は、制度的に高等教育機関と位置づけられているものの、 実質的には一つの学校で中等高等教育機関を兼ねていた。7年生高等学校構想には当時の先端的な教育思想を信奉する教育家や英国流のパブリックスクールに傾倒していた国際派遣財人が飛びつき多くの7年生高等学校はスマートな機質の学生を育てるとを目指した。武蔵高等学校のようにスポーツを禁じ落第者 対抗者を多数出すことも辞せず、東京帝大への入学率で一校を抜いた学校すらあった。八校出身のエッセイスト、三国一郎は東京帝大に入学した際、7年生、高等学校出身の東大生を目撃し、異様なタイプの東大生の一群と評している。7年生高等学校はスマートだが重量感に、乏しい受験秀才と文芸青年を生み出したとの評価もある。 また、不立高人城下出身の読文学者、山下はじめによると、昭和7年頃の東京では、最も優秀な受験生が不立高等学校と、東京高等学校と、武蔵高等学校の各人城下か、東京女子高等師範、学校付属高等女学校に入学し、それらに落ちた者の,の上位層が不立一中や四中や、東京高等師範学校府中学校に入学。 その次の中位層が、各不立中学校、旧中まで、に入学、そして一中や四中に落ちたものが、麻布や海星に入学、京王普通部や早稲田中は、三流四流の扱いだった、という、二人の昭和史、P184 から185。東京高等学校人常科は、設立からわずか13年、授業開始から12年で廃止されることになり、 その後も何は高等学校尋常化、公立から管立に移管した富山高等学校、台北高等学校の各尋常化も相次いで廃止された東高尋常化は戦後の一時期募集を再開、学生改革期まで尋常化募集を続けたのは観光立では東京府が設立した府立高等学校のみであった。旧制高等学校群において、 初等教育機関を包含していた学校には、高難、成城、成形があるが、これらの小学校への入学が、将来東京帝国大学をはじめとする、帝国大学軍への進学に直結することとなり、人気を集めた。後に、東大総長となる、加藤一郎も成城小学校、現、成城学園初等学校から成城高等学校に、進んでいる。なお、 旧生高等学校ではないが、学習院も初等教育機関、学習院初等科を包含していた。学生改革に際しては、高等科は新生大学へ、尋常科は新生中学校、高等学校へそれぞれ移行したと考えるのが一般的である。第二次世界大戦後、医学、私学教育は大学、旧生大学で行うこととなり、 旧制医学専門学校あるいは旧制歯科医学専門学校は旧制大学に昇格したが、このうちいくつかは大学昇格の基準を満たすことができず、在校生と救済のために旧制高等学校に改編された。これを戦後特設高校と呼ぶ。ただし、関立徳島高等学校は異なる経緯で旧制高校となった。偉大の余暇的な位置づけであり、一部は 学生会各自新設された新生大学に包括された、旧生高等学校に類似するもの、の、大学令により設立されたもの、個別に連携された大学への未進学を前提とした高等教育機関であり、この点は旧生高等学校とは制度的に大きく異なる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。